こんにちは、菅沼智香です。今日は毎週火曜日のゆきさまぼろしモーニングでした。今日もですね、いろんなお客様来てくださったんですけれども、なんと動画の後半にですね、緊急大発表ございますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それではどうぞ。おはようございます。今日もお客さんが来る前にミーティングをしていきたいと思います。おとよの先週の目標は何だった？うん、1週間ノートやる。あ、1週間ノート続ける。どうですか？やってます。おー、素晴らしい。おめでとうございます。私は先週はニューキッサマボイスニューパンフレットを作るっていうので、無事入稿しました。次の火曜日までには届くと思います。じゃあ今週はどうする？どうしようかな。今週も何にしようか。今週もノートを毎日続けるOK です。皆さんお手のノート見てください。私は今週は幻のプレスリリースを作る。来月の営業日がもう迫ってるので、来月のプレスリリースを作って送るっていうのを今週の宿題にしたいと思います。あと秋休み中の動画を出し切るっていうのですね。今日もお客さんを待っていきたいと思います。ではまだお客さん来ないんで、あ、来たお客さん、おはようございます。もう一回です。おはようございます。おはようございます。やった。そうだね、2種類ある。なんと八尾さんがタコスを持ってきてくれました。今度ね、マルシェの出店も検討してくださってるそうで、今から出荷タイムです。うん、ピリ辛ね、美味しい。お酒をキュッと飲みたような感じで、美味しいね。緊急大発表があります。緊急大発表なんと小川町のトランジットさん、鳩山に2店舗目を探されてます。わわ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 、今物件探し中でございます。皆さん、農家のカフェバー、それからライブできるとこがもう一応ね探してるんですけれども、物件情報何卒よろしくお願いします。できれば去年はその蔵人関係者でうまくやってる人っていう感じで、もう酒造りやってる。ありがとうございました。バスでこう巡って、じゃあ、今日もバスが出るエンディング曲で、駅前からバスが出るで、まあ、好きなニュータウンをやって飲んでフューチャリングマークドレイバで、今日の動画いかがだったでしょうか。なんとなんと小川町のトランジットさんが鳩山町に2店舗目をですね検討してくださっているということで、今あの物件を本当探し中なんです。で、これからちょっとあの、ね、物件を持ってるお友達に見せてもらったりとかも行くんですけれども、まだまだ探してまして、カフェバーができて、あと音楽の生演奏ができるところっていうのを探しております。何か心当たりある方、ぜひぜひ情報お待ちしております。最後までご覧いただきありがとうございます。グッドボタン
チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。